はい、速稼塾の久保です。暗号通貨いかがですか？あんなのは暴落じゃないでしょ。すぐにね、暴落だとかどこまで行くんだとかね、そういうふうなことを考えたりとか、そういう気持ちを煽ってサムネイル作る人いると思うんですよ、 YouTube で。暴落じゃないって、あんなの逆ですよ、押し目なんですよこれは。だから私はね、500万円を切るか切らないのところでちょっとビットコインをね仕入れましたね。ここで本当は高値で買いたくないんですよ。だって私ビットコインを2万円とか3万円とか、あの時代を知ってますからね。ビットコイン将来10万円超えるんだろうかみたいなことで議論して、ああでもないこうでもないって言った時代が懐かしいですよ。当時何ビットクラブみたいなもん出てきてたような気がしますね。ビットリージョンだったかなんかよくわかんないけど、当時私があの低価格で買ったビットコインっていうのは軒並みああいった詐欺商品に流れてきました。だからあの詐欺軍団を作った人っていうのは、まあ、何が詐欺軍団かわかんないですけどね、わかんないんですけども、そっちの方に流れた私のビットコインは今ね、その主催の方かなんかわかんないですけども、大きな利益になって潤ってるんじゃないですかね。悔しいな。まあでもね、全然あんなことをくじけないんですよ私はね。そういうことを糧にしてさらに勝ち抜いていきますからね。まあ当時はその10万20万っていうのがものすごく貴重だったんですけども、当時の10万20万、今のペースで言わせれば今の100万200万みたいなのかなっていう感じがしますね。確かに資金量はだいぶ変わりましたし、経験も積んだんでいろいろ分かるようになってきました。さあそこでね、あの本当にね、一喜一憂できないくらい二転三転する暗号通貨市場なんですけども、ビットコインの方は今ね、ほら一旦500万円を切ったかどうかってとこまで行ったでしょ。でもそこで安いと思って私みたいに買います人がいるんですよ。だってこれ将来500万とか600万で終わるようなものではないというふうに思ってるから、ずっと思ってるわけですからね。だからさすがにね、一旦これ500万切ったら多少ね、多少買い増しますよという人がいっぱい出たから、さらに資金が回復してきてるんでしょうね。今ビットコイン540万じゃないですか。このね、1日で100万とかね、50万とかバン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 入れ替わっちゃうのがビットコインなんで、だから資金量の 10% とか 20% が乱高下するんでね。まあ600万タッチしたビットコインが400万円台になっても全然ビビらないですね。だからそこでその大暴落だみたいなことを言うとね、注目浴びるからっていうのを知ってる人がそれやってるんですよ。だから情報発信の仕方としてはうまいなと思いますけども、私はもうね、いちいちサムネイルでね引っ張ろうなんて思わないわけですよ。だからそれはね、自分の勝負をしていくときに全くそういう動画を作る意味がないんで、私の方はビビるなと、こんなん暴落じゃないみたいな感じで抵抗する意味でね、動画上げさせてもらいましたけども、イーサリアムも18万円前後から20万円に伸びた後、またね16万とか15万に戻ったんだけど、また17万になったでしょ。でリップルもね、結局20円30円の時に長かったわけですから、40円だろうが50円だろうが高値なんですよ。こんなの全然暴落してないですよ。ネムに至っては5円に行ったわけですからね。5円とかで私買ってますからね。でお話したようにネムは全部決済しました。で決済してビットコインの方に入れましたね。はい。でリスクファクトも様々ありますけども、あんまりあれこれやりすぎると管理できないんで、私もねエンジンは買ったんですけども、すぐに売却しましたね、トントンの時に。あんまりね手を出しすぎても良くないと思いますよ、管理できないんで。一個をしっかり見ておくこともなかなかできないですかね、私たちはね。そういうことを考えると冷静になっていけるんじゃないかなと思います。というところで、ちょっと値段が落ちたからといってね、まあちょっとじゃないんですけども、昨日とか一昨日の段階でビットコイン暴落みたいなことをね言い始めた人っていうのは、まあいると思うんですよ。私誰がそういうこと言ってるか見てないけども、まあでもね、その最近参入した人はそう感じるでしょうね。で今までもこんなんあったわけですから、そんなね、2017年2018年の出川組と言われていくあの価格下落からは結構ね冷え込んだ時期長かったですけども、それまでもビットコインっていうのがあの10万円に行った、また戻ったみたいなのを繰り返してますからね。まああまりビビらないことじゃないですかね。しっかり自分の決めた方針に従っていく。どこまで行ったらロスカットする、どこまで行ったら手締まい、どこまで行ったら退場する。で一体いくら あの利益が欲しくてやってるのかってことも忘れないようにした方がいいのかなと思いながら私はやってますね。私の場合は完全に余剰資金なんで、あの暗号通貨に関しましては全部なくなりましたって言っても、いや痛えなぁ、まあいいかで終わるんですけどね。暗号通貨にあんまりね資金を傾けない方がいいと思うんですね。それから利益が出たら税金がものすごいめんどくさいんで、だからその辺も用心していかないといけないですし、税制とかね法律のことにもやっぱ詳しくなっていかないといけないのと、あとはやっぱりちゃんとね暗号通貨の計算をしてくれる税理士さんをもうきちんと長い付き合いした方がいいですよ。これは多くの方が暗号通貨に強い税理士さん知りませんかって連絡くださるんですけども、いやそれはね
決算の時が近づいたからやるんじゃなくて、確定申告が近づいたから税理士を探すんじゃなくて、普段から暗号通貨とか何とか関係なくね、顧問の税理士さんを毎月3万とか5万とかかかりますけども、ずっとこうねお支払いしていくんですよ。で会計はその人に任しておくんですよ。その中で暗号通貨もお願いっていうふうにプラスアルファでお願いするのはやりやすいと思うんですけども、もう切羽詰まった時に暗号通貨の人って言っても、それは税理士さんもねいきなり持ってこられたくないんで、受けない可能性が高いですからね、うん、そこはやっぱり普段税理士さんと仲良く付き合っておくこと、普段からきちんとお金を支払って環境を作っていくことっていうのは必要なんじゃないかなと思いますんで、そういう回答しかできませんので、あしからずよろしくお願いします。では多少ね耳障りの悪いことも言いましたけども、投資の世界っていうのは私がいいとか悪いとかいうものでもないですからね、一人一人の責任でやることでありますし、それから無防備です。誰も守ってくれません。投資の世界は誰一人味方がいないと言ってもいいと思います、うん、投資の世界っていうのはね取り合いですからね、合法的にお金を盗み合ってると言ってもいいです、ズバリと言えば。で賢い人とか情報の分析が長けてる人が勝ってね、そうじゃない人、怠った人っていうのは敗北するんですよ、うん、だから暗号通貨に関しましては復活パスワードとかをなくしたらもう終わりですからね、うん、でウォレットもよくわかんない脱獄系のウォレットとか使っちゃったら飛ばれて終わりですからね。だからやっぱり20人も30人も用心してくださいね、本当ね泣き疲れても私にも手も足も出ませんのでそういうことですんで、覚悟していきましょう。明日なくなってるかもしれないと思いながら暗号通貨をやりましょう。では。